はい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 、こんばんは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 、皆さんこんばんは、大村ですけども、皆さんお元気ですか。今日は土曜日、6月11日土曜日でございます。で、まあ皆さんとね、音の比較をしながら音作りの説明とかをしつつ、まあちょっとね、自分のファンクラブのモラッチでも音作りの動画とかを上げたいなと、アップしたいなと思っていて、で今使ってるね、この配信ソフト録画機能もついてるので、できるのかなみたいなところも合わせてやっていきたいなとは思うんですけど、さっき親指さんのやつでやったのがここの部分で、でね、 LGL リアンプと LGR リアンプっていうのが、あのバッキングギターのデータですね、リアンプした。でこれ鳴らしてみると、これだけね、ちょっと音大きいかもしれないから、あの BGM と分かってないから、僕今日初めてなので、この感じちょっと聞いてみてください。ちょっと音量ちょっと注意してください、ね、流します。大きいかな、大丈夫かな、まあ、これはとりあえずはあのイヤホンとかヘッドホンで聞いた方があのいいと思う。もう一回流そう。でけえな。あ、言っとくけどこれギターだけの音量だからね、バンド意味してないように、もうちょっと上げ目でちょっと下げよう。でこれリアンプした後ね、でバッキングギターね、これがで、しょうよちゃんのベースが混ざると、よいしょ、で、これ打ち込みのドラムね、ちょっと待ってね、これ全部あれするわ、よいしょ、くっつけた、あーくっついてねえな、よいしょ、で開いてみるとこんな感じになってるよね。で、まあこんな感じになってるってことですね。で今鳴らしたのはバッキングギターとしょうよちゃんのベース、だまとめとこっか、一応ね、わかりやすいようにね、こういう感じね、はいはい、大きくしようかね、わかりやすくなりましたね。ドラムのプラグイン、僕はスーペリアドラマーですね。で後で自分で全部 EQ とコンプかけてるんで、音はだいぶ化けてますね。普段使ってる音がこういう音、で EQ、 僕硬い音が好きなんで、コンプで、ちょっとあのリバーブで混ぜる。はいはい、っていう感じになってますね。これがさっきリアンプしたやつで、これが今 G12M だから、グリーンバックの 25W に、グリーンバックで、シュアの SM57 とか他のマイク3本立ててるやつね、これ G スポットケーブル使ってるのね、ここで、こっちがエクスタシーケーブル使った同じアンプで、こっちが G スポット使ってるんですけど、こっちも 25W の、グリーンバックね、でこっちがエクスタシーケーブルっていう風になっていて、これくっつけた方が早いな。よいしょ、なもんかな。このグリーンバック、 25W のグリーンバックの G スポットケーブル
鳴らしてみると、うん、こんな感じでね、何もかけてない状態、あのマスターにかけてない状態だとこういう感じ、でポンプかけると、ポンプでちょっと音量落としたり整った感じで、 EQ で左右に振って、左右に、ちょっと広がりも出せる、こういう感じ、ちょっと位置変わったでしょ、オフ、今真ん中に寄ってるでしょ、ちょっと左右に振った EQ で、リミッターで音圧を稼ぐ、うん、っていうマスター入れてます。はい、こんな感じでございますね。このギターに、EQ とか、まあ、コンポとかディレイ、ステレオディレイかな、をかけていくんですけど、今んとこいらねえかな。で今コンプをねちょっと立ち上げてて、コンプかけると、コンプがねまだデフォルトでしかやってないので、デフォルトでやると、これでこれにコンプをかけると、こんな感じで立ち上がり良くなったかな。で僕ヴィンテージのコンプが好きなんで、ちょっと滑らかな感じ、ちょっと待ってね、で音量を整えていくんですけど、僕はねちょっと音作りパッとしちゃいますね。で、ロジックのコンポってなんかオフ、ソフト、ハード、クリップみたいなディストーションがついてるんですけど、ディストーションにするとちょっと太くなるんで、これソフトで、ハードの方がねなんか小さいんだよな。まあソフトでいいんだ、でもこれだけでも音量だいぶ上がってるんで、やるとこんな感じ、うん、こんな感じね。ステレオディレイをかけると、まあ馴染む感じ、チャンネル EQ はいらないかな今のところね。今19トラックの設定を使って生で弾いて、いや生では弾いてないですね、ポポさんよすみません、よく分かってないんですけど、コンプやらリバーブなど外部プラグインなどを使ってるのか。あ、そうですね、ロジックに入ってるやつですね。僕は全部自分でミックスとかマスタリングしないんで、デフォルトをいじってパッと使ってるっていう感じですね。ディレイ抜くと、ポンポン抜くと、こんな感じで、また入れるとこんな感じ、感じですね。 G スポットとエクスタシーでも音が結構違ったんで、ん、コンプオンとコンプオフで全然変わりますね。そうですね、うん、大げさに今かけてますね。これ生の音、リアンプの生の音、
で G スポットで次がエクスタシーの音もうちょっとなんかシルキーで前に出てくる感じなんですよねエクスタシーシーケーブルってもう一回 G スポット聞いてみよう同じアンプですからねこっちの方がなんか高域がツンってしてますよねこっちは太く前に出る感じうん高域が注意高域がツンってきてるすごいシルキーですよね、うん、ここら辺とかシルキーすごいこっちだとほら滑らかですけどツンってしますよねわかりますツンわかりますこの音聞いておいてくださいね次結構違いますよねまた同じアンプなんですけどマイクがちょっと違うで G スポットケーブルねとほらこれだいぶ違うでしょこれもかっこいいんだよねエクスタシーね前に出るんですよね太く前に出てるんですよねでこれ滑らかすぎるかな僕にとってはうんでこれだけ混ぜてみるとあこれもコンプ入れようでちょっと滑らかすぎるんでこっちの G スポットだとこんな感じこれもポンプ入れてるディレイとねこっちだと高域が前に来ますよねここら辺ねうんだいぶ違うあ、そう、これコンプ入ってないこんな感じなんですよね一番大村さんっぽい音ですねあ、どれだろうどれだろうマイクでもね変わりますからねこっちが元曲の方があるんだよ本当これねこれがドライの音でさっきの音にリアンプしてるとかねこれちっちゃいねはいっていうドライの音をヘッドはいつものサーの SE100 ですねを使ってリアンプしています IR をそのままケンパーに入れてっていう感じですね FK 山田さん後から加工する前提で録音時の音はそれほど作り込まないいや基本的にはめっちゃ作り込みますよね録音時の音はで後から加工するのは加工するんですけどエンジニアに渡る時にはもう完成しておいて、まあ、こういう音にしたいっていうのはもう意思表示しておかないとダメなので TT さんライブで使われるときはワイヤレスも使われると思いますがそこも考慮されて選ばれるいや関係ないですねなんかそこまでワイヤレスだからどうっていう感じはないかな最近のねシュアのワイヤレスとかギターワイヤレスとかめちゃくちゃいいんでねお皆さんなんか G スポットの方が僕っぽいとか G スポットが気持ちいい
大丈夫ですか、それ下ネタじゃないですか、ただの。皆さん G スポットが気持ちいいとか言っちゃうのはそれはどうかな、うん、こっちのこれはね全然違うアンプ使ったんですよ、 G12L かな、うん、を使ったのでかなり音は違う。これ真ん中で聞いてみます。かなりほらイメージと違うでしょと。でステレオにするとこんな感じで、なんか鍛えると、うん、こんな感じになるって。まあ、僕がコンプとかディレイとか入れるのは、まあ、基本的にはデモ音源作るときとかの基準になるようにっていう感じですね。そのままエンジニアに渡さず、もう元のコンプとかかけてない状態で渡すっていう。で、普段使っている EQ とかかけると、普段僕はねちょっとハンバッカーっぽいところを上げるんですよ。330、320、30ぐらいのところをちょっとついてあげる。ローもちょっと削る、ほんのちょっと1マイナス1デシぐらい、こんな感じ。抜けは良くなったでしょ、かなり。外すとこんな感じ、入れるとちょっと太くなってくる。外すと入れると、まあ320ぐらいがハムっぽいところではあったりするので、もうちょっとトゲトゲしく、まあハンバッカーに対してやるときはもうちょっと7000ぐらいのところをキュッて上げてローを削るんで、こんな感じ。まあこれシングルなんでね、音としては合わないんですよね。まあ、シングルにはこのぐらいかな。うん。で、外すと、こういう感じ。まあ、これをあの繰り返していくと耳がバグってくるっていうね。入れないで一回聞いてみてください。で、入れて聞くと、外すと、入れると、外す、入れる、外す、入れる。まあ EQ でね、音量もちょっと上がっちゃってるから、そこら辺はコンプの方を落とすのか、 EQ で、上げたところをもう全体で落としてあげるとかやってあげると、まあスッキリはするかなっていう。そうなんですよ、音の輪郭ね、はっきりくっきり、まあしすぎてもね良くはないんですよね。これがね前に出るとね、すごくかっこよく迫力あるように聞こえるんですけど、やりすぎるとねうっせえってなるんでそれをまたディレイとかでごまかさないといけなくなるんで、だからディレイをかけずにやるとやっぱうるさいんですよね。ちょっとディレイかけずにやってみましょう。あからさまにうるさいで、外すとちょうどいいぐらい、ディレイかけると、ディレイかけて EQ もかける、ほらちょっと混ざる。でチャンネル EQ の全体量を2デシぐらい下げる、 1.5 デシでいいか、じゃあいい感じ。バランスを調整していくっていう、なんかよく聞こえればいい、あのよくっていうのははっきり聞こえればいいっていうわけじゃなくて、まあ楽曲に合わせないといけないので、ここら辺は難しいんですけど。はいはい、FK 山田さん、8分16秒ぐらいのトレモノフレーズで急にトレブルに聞こえてくるのは弾き方変えてるんですか。いや弾き方は変えてないですけど、そういう音にピッキングしてるっていうことですね、うん。
だから全体的にはトレブリですね。でここでフロントに変えてるんで、ほら、でフロントですね。こっちの方が分かりやすいかと。なんか変わったことはやってみませんね、まあ、こういう音になるようにっていうのはもちろんあるんですけど ね、こういうフレーズがあるとね、 EQ 入れるとこれチリチリが出てきちゃうからねそれをちょっとディレイでちょっと薄めたりね、うん、でアンサンブルに入れると薄まるから、こんな感じですね。吉風浩一さん、ディレイはバッキングに馴染みやすくするために効果大ですね。そうですね、まあ、バッキングというか、まあ、アンサンブルですね。そうですね、公認さんかな、録音の時リズムは合ってるんですけど波形が前に行ってしまいます。え、リズムは合ってるのに波形が前に行くっていうのはリズムが合ってないってことじゃないですかね。クリックにオンタイムに乗せる練習方法があれば教えてください。どのぐらいのタイミングで前に行かないかとかを、まあ、レコーディングしながらやっぱり波形を見ながらやるしかないですね。僕のようにそのドライの波形を見ながらね、こういう感じでめっちゃジャストなんで、僕ちょっと後ろかな、ほら、基本的にちょっとだけ後ろ、まあ基本的には後ろかな、僕はそんな前に来ることはないかな。早弾きのところでズワーってやりたいときはちょっと前乗りの方がね、勢いがある感じに聞こえるんで前乗りするんですけど、メロディーラインのときはちょっと戻したりとか、そういう風にリズムは保ってるかな。とドラムと合わせるとちょっと後ろにいるぐらい、完全に後乗りですね。完全に後乗り、クリックをつけると分かりやすいもんと。めっちゃ後乗りね。FK 山田さん、ピッキング時のスクラッチノイズ出てほしい時とそうでない、ああなるほどなるほど、たまたま出ちゃったっていう時もあれば、なんかたまたまかっこよくなっちゃったっていうこともあったりするから、うん、難しいですね。おお、ビルさんじゃないですか。 Sounds good and fast ということで Thank you、コニーさんありがとうございます。基本前なので、ああそういうことですね、基本前乗りなんで後乗りにできるように練習します。基本的にリズムって前に行ったらダメとか後ろに行ったらいいとかジャストがいいとかっていうのはないんですよね。これはね、はっきり言っておきます、ないです。どっちがいいとかどっちが基準とかはないんです。楽曲に合ったリズムにするべきなんですよね。意味がちょっと変わってきちゃってるんですよね。走っちゃいけないみたいな、前に行っちゃいけないとか、もたったらいけない、ちょっと後ろに行っちゃいけないとか、そうじゃなくて楽曲に合わせて、バンドアンサンブルに合わせればいいので、楽曲に合わせて波形とかを気にするといいですね。
音抜けすりゃいいみたいな、さっきのね、音抜け誰も言ってないですけどね、音抜けすりゃいいってわけじゃなくて、抜けすぎるとさっきみたいにね、やっぱりうるさくなるんで、いい具合っていう、いい塩梅っていうのがやっぱりあるんですよね。楽曲によって、またバンドによって、メンバーによって違ったりするので、そこを気にしながらやってみるといいと思いますね。だからリズム感がいいとかタイム感がいいとかって、そのジャストっていうわけじゃないんですよね。石毛蔵ベースさん、 EQ とかのウィンドウが開いてる時に OBS からプラスしたら通常は見えそうですけどね。さっきやったんですよ、さっきやったんですよ。もう一回やってみましょうか。じゃあそこまでね、石毛蔵ベースさんがおっしゃるんですから、それでできなかったら石毛蔵ベースさん分かってますねいいけど別に、ね、ちょっと待ってくださいよ。ウィンドキャプチャー、結婚ウィンドキャプチャーって名前やってみよう。ないなないな、なかったな、ごめんなさいね。はい、シンシンさん、バッキングにおいて、ケンパーから LINE でレコーディングをする際、ステレオモノラルの使い分けなどはされてますでしょうか。基本的にはモノで入れてますよ。特になんかステレオになるような使い方はしないので、エフェクターは抜いてねレコーディングしたりするので。カズ66さん、ドラムやってるので曲によって前乗り後乗りとか溜めて叩いたりします。まあそういうことですよね。バラードだったらスネアちょっと後乗りにしてゲートリバーブとかかければいい感じみたいなね、そういうのもあったりするんで、まあ音とかもね関係あったりしますからね、音作りもね。ポッポさん、大村さんってノイズゲートの設定は4対1ですか。シングルなのにノイズが少ないので数値が気になる。4対1ですよ。で4対1で、今回撮ったのは 1.5 とか2ぐらいかな。インプットのノイズゲートは全く入れておりません。まあなんでそんなノイズが少ないかというと、コニシスのブラックメサイヤを使ってるからというね。これもノイズ結構減らしてくれるんで重宝してるんですけど、まあ、確かにねリアンプするときって結構ノイズ気になりますよね。だシングルも僕はスタックシングル使ったりするので基本的にノイズは少なめですね。とはいえね、歪ませればやっぱりノイズはハンバッカーでもなるし。 FK 山田さん、以前の YG フロックでの大村さん演奏動画を見るとバッキングではギター本体ボリュームを4とか5ぐらいまで絞っているように見えましたが、今でもそのスタイルですか。ソロジアフルテン、あー、そうですね。ケンパーのチャンネルで切り替えたりすれば別にずっと10でいいんですけど、昔はソロが10でバッキングは8とかにしていましたね。まあアンプによっても違いますけどね。ノーササさん、それぞれの音のバランスが大事だと思いますが、ベーシストがリーダーのバンドだとベースの音が大きいような気がするのですが、気のせいでしょうか。まあそういうこともあってもおかしくないですよね。まあ気のせいじゃないですよね。はい。あるでしょうね。MGT さん、ただ聴いていると好きな音のバリエーションとしかわからないですが、波形を見ながら音を聞くともっと違いが言語化できるのですかね。まあ波形っていうよりかは、僕と聞く部分を合わせるっていうのがいい聞き方だと思いますね。例えばね、僕がよく注目する音として鳴らしてみます。まずここね、ここを聞く、ここのツヤ感、こっちの方がツヤ感なんかあるな、こっちもツヤ感あるな、こっちもツヤ感あるなっていう風に聞いていくの、ね、で次、あとここら辺も気になるな、ここ気になる、ここちょっと滑らかすぎる、ちょっと奥に引っ込んじゃってる音してるんで、これも奥に引っ込んじゃってるな、これもだいぶ奥に引っ込んでるっていう風に引っ込んでると気になるんで、他のアンプにまた変えたりとかはしますね。これだけの理由でね。あとはここだな、ここがなんか引っ込んだ感じだったら嫌なんで、基本的にはそんな引っ込んでねえな。まあ聞こえてりゃいいんですよね。
このキーンっていう音とかもね、なんて言ったらいいのかな、ちょっとぼやけちゃったり、ツーンが僕好きなんですよ。うっせえぐらいツーンが好きなんで、これがきちんとなってれば合格とか、あこれ合格だな、ツーンでしたでしょ今、あこれツーンだな完全に、あこれもツーン、あこれはちょっと薄いかな、こっちがツーン強かったね、これツーン強いね。で、ディレイを合わせて聞いてみるみたいな。で、EQ 入れてます今。後乗りだな。こういう感じでっていうのを気にしながらやってるかな。